んにちは、こんばんは。ゲーム動画のヒコです。キララファンタジー始めていきましょう。今回は練習試合です。まず岡山ピーターローズ戦ですね。ファール。こちらボールのフリーキック。前の動画では同点でしたからね。こっちは欲しい。ただやっぱり主力を出すわけにはいかない。消耗しますからね。理想は控え陣出して。主力に強くさせる方法がいいのかもしれない、まあ、ただこれ女性選手のみってなるとその方法使えないんですよね。女性選手が大して出てくるわけじゃないから。ファールか。おっと、年始初めてクラリスがイエローカードを食らってしまいました。さあこれはパンチングナイス。さあ立て直せるか。おキーパー実践図から前に蹴り出しましたね。さあ1回はチャンス得たい。ミオ、誰もいない。さあだんだん押してきました。ユーナ決めました。一回外出してユーナが前へ出てヘディング、見事です。これは正面でキャッチですね。おっと、なんてだ。こういうポカはしちゃいけません。お、おー、危なかった。取られてもおかしくなかった。なんとか勝ちました。カード初めて食らってしまいました。そして先制ですね。ユーナランディング見事でした。あの時は危なかった。完全に横を入りましたからね。ということはないようにしたいのも、シュートはあの一本のみだったんですね。これはナーツいただいております。はい、開幕までいよいよ
5週となりましたね。本当10センチが出ない。練習試合2試合目です。出ます、大阪行ってみましょう。いきなり決められてしまった。こう気が抜けるとこがあっていけません。まあ10分経ってないんだぞ。彩香がここはカバーした。ファール、相手側のファールで彦坂がイエローカードをもらいました。さあチャンスでもないか、ちょっと遠いですね。確実に決めるにはちょっと足りない。無敵。おお。ここはうまく防ぎました。点を返したい。花見すごい。ああ、だがパスがうまく通らない。そのために課題が増えます。次、お、前に蹴り出す。これは出してしまう、もったいない。やっぱり強いチームですね。早い。おー、課題をどんどん増えてきます。練習試合2点目を取られました。キャッチです。まもなく試合終了です。完璧なまでにやっぱりいますよ。大阪は強かった。いや、3分でこれですからね。だからここにいるのにもうこんな前にいる。早い。だからチャンスというチャンスを作れなかったですね。これもちょっと無理だと思うんですけど、趣味迫ってたからシュート打つしかないですけどね。
それも早いですよね。危なかった。その直後、北原が取って、うまく上げて、無敵が飛び込んでくる。無敵も、早いんですよね。高さもこういう風にして。まだまだ力不足だなっていうのは見えましたね。ただいま9ついただいております。誰？現地コーチ楠木さん。ドリブル、ドリブルが増えます。選手が本当確保できないですからね。あと4週か。完全にくるみとか落ちちゃってますからね。主人で戦っていかなきゃいけないっていうのがまた事実なんですよね。インパクトこれ育ちきってないんじゃないの。今もちょっとこれ400万とか。意外と良くないですからね。こう見えてシスター6決めてるけどな。気がもう一回しちゃったしね。1500万か。ちょっと存在自体微妙ですね。今年12年目ですからね。ちょっと微妙かな。幸子整理してもいいかもしれないですね。年始の練習試合を統計いたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。